皆さんこんにちは、小林洋館です。今日はこの格好です。この格好してますが、そしてここにカップがありますが、なぜかというと、先日ですね、10月の19日から21日まで台湾に行ってました。台湾で開催されましたアジア太平洋プロ野球 OB 国際野球大会、でいいのかな、漢字で言うとちょっと漢字日本語に話すとちょっと分かんないですけど、そこにですね日本代表チームを作って、出場してきました。結果から言うと準優勝ということで、この準優勝カップここにあります。はい、準優勝カップいただきました。この大会なんですけど、国際大会で硬式野球を使った国際大会で、実は今年が初めての台湾での開催となりました。主催が台湾国際野球交流発展協会というところが主催をしているんですけども、出場チームはですね、台湾のプロ野球 OB、 それから日本のプロ野球 OB、 我々ですと、韓国の京畿道、京畿県っていう、京畿道っていう道は県なんですけど、京畿県のチーム、それから最終島のチェジュのチーム、台湾協会代表チーム、それから台湾の油田電機、油田精密、なんかすみません、台湾のですね、油田という台湾の社会人野球のチーム、それからパラオ代表、そして日本の東京六大学の理工学部リーグというのがあるんですけど、そこの選抜チームの8チームが参加をして交流大会を行いました。我々日本チームは10月19日の金曜日から、金曜日じゃない、土曜日、日曜日、月曜日の3日間で4試合をやるという日程だったんですけども、非常にハードなタフなスケジュールだったんですけども、皆さん頑張ってくれまして、準優勝という結果になりました。今回の日本代表チームの代表をさせていただいたんですけども、急遽ですね、もう2ヶ月前大会開催の2ヶ月前に連絡がありまして、台湾あるあるなんですけども、急に連絡来まして、日本のプロ野球 OB を5名集めてほしいと。でその他はノンプロの選手で、いいので、チームを作って参加をしてくれというふうに、話が来まして、毎年ですね、チェジュ島の国際大会なんかも僕台湾代表で行かせてもらってるんですけど、そういう会長のお願いをいただきまして、何か協力したいと思って、いろんな人に声をかけてですね、今回チームを作りました。で、メンバーなんですけども、チームの監督として、元日本ハムファイターズの中島照史さん、佐賀県出身で、福岡の柳川高校、それからプリンスホテル、それからですね、日本ハムに、入られまして、日本のプロ野球で活躍をされました中島照史さんを監督に迎えまして、私の千葉ロッテマーリンズの同期入団の先輩でもあるんですけど、 WBC では台湾戦にも投げました藤田総一さん、千葉ロッテマーリンズ、読売ジャイアンツで活躍されました。それからソフトバンクホークス OB の田口正則さん、ソフトバンク OB の大田原龍太、龍太君、彼は今コビズで、コーチとして働いてくれてます。それから川口洋介君、松富凛君、ソフトバンクホークスとジャイアンツで育成選手でしたけども、の OB になります。実際ですね、もう 5名を超えて7名選手行きました。はい、非常に面白い大会だったんですけども、他にも、プロ野球 OB だけではなくて、もう濃いメンバーが集めましたんで、ちょっとお話ししたいと思います。今回ですね、ノンプロという方じゃないですね、もうガチプロなんですけど、 NPB ではプレーをしてませんが、独立リーグで、10年間アメリカなんですよね、アメリカの独立リーグで10年ぐらいですね、もう活躍をされて、オールスターゲームに出たりとかですね、ベネズエラでのウィンターボール投げたりしてる経験もあるんですけど、長坂秀樹さん、九州の方でご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、東海大三高で甲子園にも出た甲子園ボーイです。それからですね、
フランスでもプレーをしておりました。今現在久留米レックスパワーズでまだ社会人野球でですねプレーをしております、宮崎真一さん、それから愛媛県松山市で飲食店を3店舗プレー、経営しながら、オーストラリアだとかメキシコだとかヨーロッパの方でもプレーをし続けております小野慎吾くん、他にですね JICA の活動で、中国等で野球を教えたりですね、しておりました岩崎康介さん、非常にですね海外経験の豊富な方たちが来て、また日本のクラブチームの選手たちも参加をしましてめちゃくちゃ面白い時間でした。はい、上は57歳、中島テルさん57歳だったと思うんですけど、田口さんが49歳、そしてその次が40いくつだっけな、もう40代が3人4人か、僕も40なんで5人だ、ですね、一番下が20歳、幅広い年齢層だったんですけど もう皆さん旧暦ももちろんねバラバラなんですけど、そんな人たちは公式野球を通じて海外の選手たちと試合をして交流を図るっていうのも本当に面白かったです。まあ海外経験が多い選手も多くてですね、食事も台湾の夜市に行ったんですけど、みんないろんなものチャレンジしてました。臭い豆腐って書いて臭豆腐ってあるんですけど、まあ匂いがね結構強烈で、日本人の人にはちょっと嫌な顔されちゃうんですけど、僕は好きですよ。もう僕2年台湾に住んでたんで結構、大好きになって食べてましたけど、そういうものもねチャレンジしたりとか、基本的に僕は台湾の料理は大好きなんで、いろいろ火鍋から小籠包から あったんだっけな、何食べたかな、いっぱい食べたんでちょっと思い出せないですけど、空心菜の炒め物、チャーハン、焼き牡蠣、まあ本当にたくさん食べるものが美味しくて、楽しい時間を過ごしました。そうですね、食べ物もやっぱり美味しいし人もいいし、台湾ぜひね日本人は行ってほしいですね。まあ親日家の方が多いです。で野球に関してもまた日本と違って、とてもね僕らはセオリーと流れとかね見るんですけど、それを覆すような野球をするんですよ。南国気質というか劣勢になっても諦めないんで、なんかミラクルが起こっちゃうような、試合をします。でもやっぱりどちらかというと日本人はミスを減らすように考えるじゃないですか。で台湾の選手たちは、ミスをしてももう気にしないでどんまいどんまいな感じなんですよ。でとにかくもう前向きにもう攻めよう攻めよう攻めようっていう、スタイルが台湾の野球なんですけど、そういう野球に触れるのもね面白いです。でまあ僕今40なんですけど、まだ社会人野球でもまだ野球をしてます。今は、まあ、ピッチャーではないんですけど内野手としてチャレンジをさせてもらってるんですけど、まあ、日本だと結構野球引退したらもう野球しないみたいなとこあるじゃないですか。でなんでまあ国際大会にこれ出るのかっていうと、やっぱり野球が好きっての一番なんですけど、野球を通じていろんなやっぱりつながりができるんですよ、人とのつながり。僕は球宴って読むんですけど、球宴って呼んでますけど、この球宴が本当に楽しくて、もちろんまあ仕事関係でもねつながったりする人もいますし、違う国の人たちと、まあ、本当に僕らアメリカとか行ってるとよく言うのが、言葉ができなくても野球ができたら通じるよっていう、野球が言語だから野球を一緒にしようっていうような感じがあるんですよ。それが本当にたまらなく楽しいんですよね。もう本当に多分野球人はそういう野球を通じてもキャッチボール一つしたらね、心が通じ合うみたいなところがあって、それをまた違う国とか異文化の人たちとできるって、本当に楽しいです。で、まあ、日本ではねどうしても野球を野球をという言い方ですけど、野球イコールなんかプロ野球を目指すみたいなところが強いじゃないですか。
で学生さんでも。で、学生さんで野球をね、もうプロ野球目指すところから辞めた時にはもう引退します。もう野球はしません、みたいな、ね、ところあるんですけど、まあ、海外だとアメリカとかメキシコとドミニカとかでも、基本的に草野球は硬式なんですよ。で、硬式をするためにやっぱり、ね、肩とか肘とかを痛めないためにトレーニングして体を鍛えて、やっぱスポーツなんで肉体の限界にチャレンジするっていうことがあって、まあ、マスターズって言いますけどね、35歳以上、45歳以上、55歳以上カテゴリーがあるんですけど、そのマスターズで公式をやって世界大会に出るっていうのが、やっぱり結構かっこいいんですよ、ステータスで。野球選手のメキシコとかでもそういう選手と会ったんですけど、まあかっこいいんですよ、鍛えてやるし、なんだろうな、こう楽しさの質って子供の頃からこう変わってくる。学生になって、社会人になって、大人になって、野球の楽しさの質は変わってくるんですけど、まあ腰が痛い、足が痛い、肩が痛いってあるんですけど、もうそんなのもありながらやってるのは楽しいんですよね、もうおっちゃんになってくると。はい。で、そのまた40歳でも45歳でも、例えば145キロ投げるとか、そういう選手いるんですよ、いるんですよ、海外には。ちゃんとやってればそれだけ投げれます。はい。ただダメージがでかいのと回復力ないんで、もう投げたら1ヶ月とか2ヶ月とか間空けないと復活できないですけど、でも野球って本当障害スポーツなんで、いくつになってもできるし、そういう国際大会に出て、ね、プレーをするために、僕は社会人野球に今所属をしてますけど、そういう、ね、野球人生もあっていいと思うし、日本にもそういう野球文化があってもいいかなと思います。日本にあんまりそういう野球文化はないんですよね。そこまで野球やってるとなんでやってんのみたいなね、何目指してんのみたいになっちゃうんですけど、まあそういう風な人になりたくないからやってる感じですよ。はい。やっぱり好きなものがあるっていうのはすごく幸せなことだし、ね、別に誰かのために野球人生があるわけじゃないんで、ね、自分が楽しむため、周りの人たちと一緒に楽しむためっていうところがあると思うんで、ぜひね、チャレンジしましょう。もし国際大会出たいっていう方とかいたら、一緒にやりましょうね。まず毎年最終投で6月ぐらいにやりますし、また今回の台湾みたいな試合も多分ね、来年もね、やってほしいんだな、やってほしいんですよ、やってほしいんだけど、今年1回目でね、運営がどれぐらいちゃんと回ったのかとか、各国がね、どれぐらい参加の意思があるかによって来年開催されるかどうか分かんないですけど、台湾の人とか韓国の人たちと野球通じて出会えるので、まあ今回の企画に関してはチャリティーイベントだったんです。台湾の貧困家庭の子どもたちを呼んでプロ野球の OB の試合を見てもらおうと、でそこで野球教室をしたりして、夢を持ってもらおうっていうのが今回の取り組みのテーマだったんですけども、まあ、毎年ね、参加ができればいいし、来年もやってほしいですよね。多分今回のメンバーみんなまた行きたいって、みんな口々にね言ってたほど楽しかったです。まあ、あとはまあメリットって言い方あれですけど、例えばプロ野球、日本のプロ野球の OB にとっては、韓国のプロ野球 OB 関係者と台湾のプロ野球 OB 関係者と、まあ、接点が持てるので、コーチの話だとか野球教師の話だとか、逆にね、台湾とはこう韓国の野球を学ぶっていうこともできますので、非常に魅力的で価値のある大会だと思います。はい。僕は個人的に台湾に行って台湾のご飯が食べれるんで、来年は家族で参加したいなと思います。はい。台湾のね、子供、選手たちがチェジュ島に来ると必ず家族と来るんですよ。もう本当に大所帯で、何人ぐらいだろう、5、60人で来るんですよね。なんかそういうの素敵だなと思って、家族と一緒に野球も楽しんで観光も楽しんで、できるって素敵じゃないですか、ね、なので来年はうちも家族を連れて台湾に行きたいなと思います。はい。ぜひ皆さん、参加したい方はチェックしておいてください。
どこをチェックすればいいか分かんないですけど、僕の SNS とかチェックしておいてください。また募集かけますんで。はい、ということで、今回は台湾で開催されました、アジア太平洋プロ野球 OB 国際野球大会のお話でした。ありがとうございました。